鳥、4時間かけて作った鳥。4時間うん、いや火切ってやで、ほったらかしでできるやつやから。4時間かかるのこの料理。スープめちゃめちゃ美味しいから。嘘、それは食べたい。せやで、割としっとりしてそうな気がする。わ、切り方下手や。盛り付けます。うわ、美味しそう、これ。卵が…卵が美味しそうじゃないやんか。優しそう。いただきます。いただきます。スープからかな。スープいくわ。うん、優しい。お肉どうかな。うん、やわらか。うん、おいしい。鶏ハムっていうの、ゆっくり火を入れることで柔らかくなるの、多分な。あんま分かってないけど、いわゆるサラダチキンみたいなことないけど、その遅くなるって言ってたから、うん、じゃあ作っとこうかなって。もう11時半やもんなんか、うん、夜ご飯にしてはあっさりとも思うけど。いや、そらこんな遅い時間にさ、がっつり食べさせたらあかんよ。痩せるんやろ。痩せる。いや、本当にやばいよな。いや、やばいよ、ほんと心配。だって前までさ、うん、絶対60キロ超えんって言ってたよ、うん、今もう2キロもオーバーしちゃって、会う人会う人に太ってきたねって言われて。これだけじゃ足りん。うん、これおかわりある？食べんの早くなったよな。隣座ってるから気づかなかったけど、動画見てさ、パスタの巻く量異常やったね。豊富に。テニスボールぐらい。見てみて。知ってる。あ、こんな行くんやって俺も思ったもん。半分ぐらい行ってる。一回で。行ってない。それはちょっと言い過ぎ。二口やわ。パスタ。今までのさ、うん、痩せるわって言ったら本当に痩せてきてたやろ。うん、
今回違うのは痩せないいかんっていう自分と、うん、どこまで太れるんやろっていういらんいらんこいついらんっていうのもいるんよ本当にどんどんこう、うん、ご飯作らんでも気づかんないでずっと横で見てるから気づくわでもなんか顔丸なってきてる気がするねいやマジで太ったよ俺はでももっと太った方がいいと思う本当に、うん、ちょっとよく噛みすぎてるかもしれないいやいいやろ噛むのは飲まな飲んでる噛むな噛むなお腹いっぱいわごちそうさまでしたごちそうさまでした潤いよ、うん、干からびてたから、うん、ミイラちゃんまったな決まってる浮いた浮いた